バフィン島とイカルイト写真左上45度の方向が北で画面の全域を占める島がバフィン島。島の南東側にある3つの半島のうち北から2番目と3番目の半島に挟まれた海域がフロビッシャー湾で湾の最深部の北岸にイカルイトの町が広がる。町のほぼ中央に位置するカナダ西光海北極教区市教座聖堂の 西湯ダ教会聖堂と周囲の建築物イカルイトは、カナダのバーフィン島南部、フロビッシャー湾の奥に位置する都市、ヌナブト準州の準州都である。人口は6,699人で、住民の約6割はイヌイットである。かつては湾の名前を取って、フロビッシャー米という使命であったが、1987年に現在のイカルイトに改称された。 1999年4月1日に、ノースウェスト巡州から分割される形で、ヌナブト巡州が設立されると、その巡州都となった。クイキクタールク地域の主婦でもある。トロントやモントリオールからの航空機の定期便もあり、現在急速に成長している都市の一つである。2010年2月5日には、G7 会議が開催された。イカルイトの都市としての歴史は新しく、 最初の常住者は1942年にアメリカ軍の航空基地が置かれた際にガイドを務めたイヌイヌット・ナカスクであった。それ以前はこの一帯は長くイヌイヌットたちの野営地や魚場であった。イヌイヌットたちはこの地を大量の魚を意味するイカルイトと呼んでいたがアメリカ人、カナダ人は付近の湾にちなんでこの地に建設した都市をフロビッシャーベイと名付けた。 やがて1949年にハドソン湾会社がこの地に移転するとフロビッシャーベイの人口は一気に増え始めた。1950年代中盤に入ると遠距離早期警戒線の基地が設置された関係で建設労働者や軍人などがこの地に移住してくるようになった。また、基地のもたらす雇用や医療サービスを求めて犬イ糸イたちも町に移入してきた。 1957年には、市の人口約1200人のうち、その4割にあたる489人が、イヌイットであった。1959年には、カナダ政府が、フロビッシャー米へのイヌイットの常住を進めるため、同地での常勤医師、学校、社会基盤を含む行政サービスを始めた。1963年、アメリカ空軍は、 遠距離早期警戒線の軍事的価値の低下に伴い、フロビッシャー米の基地を廃止した。しかし、カナダ政府は引き続きフロビッシャー米に主局を置き、東部北極地方の行政の用途した。1964年には、市議会の選挙が行われ、1979年には、初めての市長が誕生した。1987年1月1日、 氏名はアメリカ人によって付けられた、フロビッシャー米からイヌイットたちが伝統的に用いていたイカルイトという名に正式に改められた。1995年12月にはノースウェスト準州から分割する形でのヌナブト、準州の設置が決まり、イカルイトが州都に選ばれた。1999年4月1日に正式にヌナブト準州が成立すると、イカルイトは 正式にそのシュートになった。2001年4月19日には、イカルイトは、カナダの正式な市となった。イカルイトは、北緯63度45分0秒、整形68度31分0秒、北緯6 3 7 5 0 0零度整形68.51667度、6 3 7、68. 5 0 0十6 8 5 1 6 6 7に位置している。北極圏より、 わずかに南ではあるが、付近を寒流のラブラドル海流が流れているため、カナダ国内の同位度の地域に比べ、一年を通じて寒い。欠片の気候区分では ET に属する。樹木は育たず、露天での濃厚は不可能である。イカルイトの総面積は5 2 5 0トル、人口密度は127人、軽平方メートルである。 イカルイトの行政庁舎イカルイトからバフィン島内陸部北西方向へ 150km 進むと南北 100km 東西 80km に及ぶ島内で2番目に広い湖アあんまカックに達する湖から流出する河川は途中長距離を 10km ほどの上段湖を経由しイカルイトの南西へ 2km の地点でフロビッシャー湾に流れ込む 真冬のイカルイと市街地風景イカルイとは、フロビッシャー湾に直接接しているのではない。湾に存在する無数の小規模な湾に面している。奥行き3 5キロメートル、最大幅3キロメートル程度の小さな湾である。市街は北西から南東に伸びる。長さ6キロメートル、幅1キロメートルほどの地域にのみ建築物が広がる。公共投資が行き届いており。 整備された道路に沿って住居や各種施設が並ぶ。都市の形状は不規則で街路も複数の曲線を緩やかに組み合わせた網の目を形成している。イカルイトは寒冷地の離島であるバフィン島に位置するため、一年を通して利用できる他地域との交通手段は航空機に限られる。近代的なイカルイト空港が玄関口となっており、 トロントやモントリオールからのエアカナダの便がある。町の中央部から北西部にかけ、街路と平行に長さ2700メートルの滑走路が伸びる。イカルイト空港ターミナルビル航空機の他には船舶の便もあるが、周囲の海が氷結しない下記に限られている。港湾施設は簡素であり、垂直にフロビッシャー湾に突き出す長さ250メートルの 節眼用の岩壁が唯一の設備である。ありがとうございます。